若くして執行された19人の死刑囚たち。山地幸男、16歳で母親を殺害し、その時の性的興奮が忘れられないという理由から見ず知らずの姉妹宅に侵入し強姦した後に殺害、その後現金などを奪い証拠隠滅のために現場に火を放って逃走した。山地は五都市集団に所属しており、稼ぎが悪いと罵倒され自暴自棄になり犯行に及んだ。裁判で山地は犯行時の心境について、楽しくてワクワクした、ジェットコースターに乗っているような興奮を感じた、反省しているかといえば答えはノーですと述べた。弁護側は犯行時は心神耗弱状態だった、殺害行為が許されないということが理解できず行動を制御するのが困難な状態だったなどとして無期懲役が相当と主張した。しかし最終的に、殺人を欲求する特異な性格性癖は強固とはいえ反省せずに更生の期待は難しいなどとして求刑通り極刑が言い渡された。そして犯行から約4年後の2009年7月に山地の刑が執行された。隅田光一、元同僚女性を会社の倉庫に呼び出し強姦した後にナイフで胸などを複数回刺し殺害、自宅付近に借りたガレージで遺体をバラバラにし川やゴミ捨て場などに遺棄した。隅田は当時交際していた女性が別の男性と結婚したため自暴自棄になり犯行に及んだ。裁判で隅田は、殺人は手段として是認される、思いとどまるのは殺人を犯して自分が捕まるかどうかだけですと述べた。さらに犯罪者は殺してしまえばいいという持論を展開し、今はあなたが犯罪者だと問われると自分だけは特別視していますと話した。弁護側は無期懲役を求めたが最終的に認められず求刑通り極刑が言い渡された。そして犯行から約6年後の2017年7月に隅田の刑が執行された。尾形秀則、恋敵である男性のいるアパートへ向かい暴行した後に包丁でめった刺しにして殺害、たまたま現場に居合わせた女性1人、様子を見に来た女性2人を拉致して包丁で刺すなどし1人を殺害、2人に重傷を負わせた。尾形の交際相手だった当時16歳の少女は被害者男性宅に日常的に寝泊まりしており、体を触られた、やっちゃってよなどと尾形にけしかけたことで事件が起こった。裁判で尾形は初めから殺意を持っていたわけではないと主張。弁護側はシンナーによる幻覚が行動に影響を与えた可能性があるなどとして心神耗弱状態を主張し死刑回避を求めた。しかし認められず尾形には極刑、少女には懲役5年から10年の不定期刑が言い渡された。そして尾形は死を受け入れる代わりに反省の心を捨て、被害者、遺族や自分の家族のことを考えるのをやめましたという言葉を残し、犯行から約7年後に刑が執行された。睦田真嗣、 SM クラブに勤務していた睦田は給与や待遇面でのトラブルがきっかけで店の乗っ取りを計画、兄や知人男性と共謀し店長と経営者をハンマーで殴るなどして殺害、その後暴力団に依頼し遺体をコンクリート詰めにして海に捨てさせた。それから逮捕されるまでの約8ヶ月間 SM クラブを自身で経営し1億3000万円以上の利益を出していた。裁判で睦田は金を奪うつもりはなかったと強盗殺人の一部を否認した。また被害者遺族に5000万円を渡すなどの反省を示し死刑回避を求めたが認められず極刑が言い渡された。そして犯行から約12年後の2008年6月に睦田の刑が執行された。野村哲也、約束手形240万円の支払いに応じなかった経営者男性を仲間5人と共に襲撃し全治2週間の怪我を負わせた。その後経営者男性が逃げたためその場にいた男性の妻とその妹を拉致しドラム缶に押し込み頭からガソリンをかけた後に火をつけ焼死させた。裁判で野村は起訴事実を認めた上で死刑になる姿を見せ、少しでも被害者遺族の心が安らかになればいい、命で償うしかないと述べた。そして求刑通り野村に極刑が言い渡されると弁護人は控訴するよう野村を説得したが応じなかったため弁護人権限を行使して単独で控訴したが判決が覆ることはなかった。そして犯行から約9年後の2009年1月に野村の刑が執行された。
名護慶氏、兄の家族から無視されていると思い込み、自身の兄の息子を包丁で刺し重傷を負わせた後に妻と娘を殺害。名護は兄から妻と子供らに干渉しないようにと言われたことで、自分がのけものにされていると思い込み、兄にも寂しい気持ちを分からせてやりたいと思っての犯行だった。裁判で名護は起訴事実を認め、弁護士から謝罪を促されると今さら弁解したくはないと述べた。また弁護側は育った環境の影響で性格が未熟であり言葉では表現しないが本人は反省しているなどと死刑回避を求めた。最終的に家族を失った兄が極刑を求めており、犯行は幼稚さと粗暴性が統合した結果であり強制は極めて困難などとして極刑が言い渡された。そして犯行から約5年後の2008年2月に名護の刑が執行された。松村京三、叔母から借金を断られ刃物で複数回刺し殺害し、現金2万円とクレジットカードなどを奪った。それから約1週間後、風俗などで奪った金を使い果たした松村は、借金をする目的で大王子の家を訪れたが断られたため、寝ていた大王子を鈍器で滅多打ちにして殺害した。裁判で松村は、自分の死を望む気持ちがあった、どうせ死ぬなら恨みのある人を殺してからにしようと思った、殺人を2件も冷静に完遂し自分を褒めてあげたいと述べた。さらに最終意見陳述では、全く反省していない、ざまあ見ろと思っている、世間に借りはないから法律を守る義務はないなどと自身で書いたメモを約20分間かけ読み上げた。最終的に求刑通り極刑が言い渡されたが、控訴したり控訴を取り下げたり再審請求の準備や御社の請求などをしていたという。そして犯行から約5年後の2012年8月3日松村の31回目の誕生日に刑が執行された。神奈川雅宏、ゲームばかりしているうちに生きる目的を見失った神奈川は、自殺は痛くて嫌だと断念し死刑になるための大量殺人を計画。たまたま目についた男性の首を背後から刺し殺害。その4日後に JR 荒川沖駅で通行人8人をナイフで切りつけ1人を殺害した。裁判で神奈川は、現実世界のつまらなさに耐えられなくなった、俺を殺さなければ死刑になるまで殺し続けますと述べた。弁護側は、神奈川にとって死刑はご褒美に過ぎないため刑として機能しない、必要なのは治療と無期懲役を求めたが死刑判決が言い渡された。この判決に対して弁護人は即日控訴したが、神奈川は読売新聞の取材で控訴を取り下げる意向を語り、完全勝利といったところでしょうかと話した。そして事件発生から約5年後の2013年2月神奈川の刑が執行された。加藤智弘、秋葉原の交差点に2トントラックで侵入し5人を跳ねた後に歩行者や警察官らをダガーナイフで襲い7人を殺害、10人に重軽傷を負わせた。加藤の唯一の居場所だったネット掲示板が荒らされたことで書き込みがなくなり、派遣先からも必要とされていないと思い込み、自分の存在を認めさせ復讐したいと考えての犯行だった。裁判で加藤は被害者遺族への謝罪をした上で、私にできる償いはどうして今回の事件を起こししてしまったのかを明らかにすることですと述べた。弁護側は、犯行時は心神耗弱状態だった、母親の虐待で人格に偏りが生じネット掲示板に依存したなどと死刑回避を求めた。最終的に反省の姿勢も伺えて更生の可能性もないとは言えないが死刑回避の十分な事情ではないなどとして求刑通り極刑が言い渡された。そして犯行から約14年後の2022年7月再審請求中だったが加藤の刑が執行された。西本翔二郎、レンタカーで寝泊まりをしながら空き巣を繰り返していた西本は、レンタカー代を稼ぐためにタクシー運転手や一人暮らしの高齢者など4人を殺害し金品を奪った。この他にも西本は10件以上の窃盗事件を起こしていたが不起訴とされている。裁判で西本は起訴事実を認め、弁護側は父親から暴力を受けていた老いたちが犯行に影響したと情状酌量を求めた。さらに死刑は違憲であると主張し、被害者の冥福を祈り罪を一生背負って生きていくべきと述べた。しかし刑事責任はあまりに重大などとして極刑が言い渡された。そして刑が確定してから約2年という異例の速さで西本の刑が執行された。
若林和幸、強盗強姦目的で面識のない女性宅に侵入し、帰宅した女性に襲いかかるが抵抗にあったため首を絞めて殺害。その後帰宅した女性の娘も首を絞めて殺害し、現金2万2000円とゲーム機などを奪った。若林はほぼ無職の状態でパチスロや釣りにのめり込み、400万円の借金があり、頻繁に空き巣を繰り返していた。裁判で若林は殺すつもりはなかったと殺意を否認した。また弁護側は殺害に計画性はなく生活苦で犯行に及んだことから同情の余地はあるなどと述べたほか、死刑制度自体に問題があるなどとして無期懲役を求めた。しかし現実逃避のためにパチスロや釣りに興じるなどして借金が膨らんだことから酌量の余地はないなどとして極刑が言い渡された。そして犯行から約9年後の2015年12月に若林の刑が執行された。松田幸則、精肉店経営者とその妻を包丁で刺し殺害し、現金8万3000円と腕時計などを奪った。松田は被害者男性に約20万円の借金があったほか、自身の妻に定職についていないことを隠すために闇金などで多額の借金を重ねており、毎月の返済額は250万円に達していたという。裁判で松田は殺害後数時間経ってから金品を奪ったと述べ、弁護側は強盗殺人ではなく殺人罪と窃盗罪に当たると主張し、死刑回避を訴えた。しかし松田の主張は認められず極刑が言い渡された。刑が執行される約1週間前、松田は被害者遺族への謝罪や臓器提供の希望を綴り、関係者に手紙を送っていた。そして犯行から約9年後の2012年9月に松田の刑が執行された。田本達也、身代金を得るために仲間3人と共謀して資産家の息子である大学生の誘拐を計画。女性とドライブをしていた大学生をコンクリートブロックでめった打ちにして殺害。その後男性の父親に身代金5000万円を要求したが、捕まることを恐れて受け取り場所には現れなかった。なお同乗していた女性は殺さずに12日間ホテルに監禁し性的暴行などを行っていた。裁判で共犯3人は田本から命令されてやったと主張、田本は自分は主犯ではない、集団心理の中で犯行に及んだと述べた。しかし田本の主張は認められず求刑通り極刑が言い渡され、共犯3人には無期懲役、懲役20年、懲役18年が言い渡された。そして犯行から約15年後の2002年9月に田本の刑が執行された。片桐美沙を、警察官から拳銃を奪う目的で嘘の通報をして駆けつけた警察官を銃撃し殺害。その後銃砲店に人質を取って立てこもり、警察と銃撃戦を繰り広げ通行人など16人に重軽傷を負わせた。片桐は銃マニアで愛読していたバイオレンス小説のようなことを実際にしたかったと供述をした。その後の裁判で片桐は銃への魅力は今なお尽きない、迷惑をかけないよう死刑にしてほしいと述べるが、一審判決は未成年だったことを踏まえて無期懲役が言い渡された。しかし控訴審で極刑が言い渡されると、取り調べではかっこいいと思って言われるがままに自供したが本当は殺意はなかったと死刑回避を求めた。しかし判決が覆ることはなく、犯行から約7年後の1972年7月に片桐の刑が執行された。小原保、当時4歳だった子供を誘拐し身代金50万円を奪って逃走。犯行から約2年後に小原は逮捕され、自供により白骨化した遺体が発見された。小原は仕事を解雇され借金の返済に迫られ犯行に及んだという。また犯人が身代金奪取に成功し事件解明まで約2年かかったことなどから、当時は戦後最大の誘拐事件として注目を集めた。裁判で小原は計画性はなかったと主張するが認められ極刑が言い渡された。そして刑が確定してから約4年後、小原の刑が執行された。古谷英雄、知り合った女性 A 子が自分に好意を持っていると思い込みストーカー行為を行っていた。たまたま見かけた無関係の女性を A 子と勘違いし、こんなところに嫁に来ていたのか、ふざけるなと首を絞めて殺害。その後女性としての価値をなくすために下腹部を切断し遺体を周囲にばらまいた。その後の裁判で無期懲役が言い渡された古谷は、 A 子を愛するがゆえの事件、
罪が重すぎると控訴をした。控訴審では A 子が古谷が勝手に恋人と思っているだけで私には関係ないと証言したことに激怒し、房内で作って隠し持っていた竹べらで A 子を刺し全治2週間の怪我を負わせた。それから10日後の判決で一審が破棄され古谷に極刑が言い渡された。そして刑が確定してから約2年後の1959年5月古谷の刑が執行された。菊池忠、資産家であった雑貨商の家に侵入し一家3人と使用人を殺害、その後遺体に乱暴をし現金2150円と腕時計を奪った。菊池は白内障を患っていた母親の手術費を工面するために犯行に及んだという。裁判で菊池はすんなりと犯行を認めたことから争点もなく極刑が言い渡された。しかし上告中に兄からお前のせいで母親がいじめられて苦しんでいるという手紙を受け取り、母に会いに行くために脱獄をした。しかし脱獄から11日後、実家の目の前で警察に確保され、最後に母親や兄弟と約1分間の面会が許された。そして脱獄から1ヶ月後に死刑が確定し、その半年後に菊池の刑が執行された。古川隆、兄に強盗を持ちかけられ民家に侵入し夫婦を斧で殴り殺害、57点の衣類を奪った。兄は妻と子供がいたことから古川は自分が主犯で夫婦を殺したと供述をし兄をかばった。その後一審判決で古川に極刑、兄に無期懲役が言い渡されるが、教会士が真相を問うと強盗も殺人も兄が主犯であることを自供した。そして兄は自身が主犯であると認める手紙を古川に送っており、再審請求とともに提出したが明確な証拠とは認められないなどとして死刑が確定した。そして犯行から約6年後の1953年2月古川の刑が執行された。大谷高雄、共犯2人と共謀し歯科医宅に強盗目的で侵入、駆けつけた警察官から銃を奪い射殺した。その後の裁判で大谷に極刑が言い渡された。刑が執行される2日前に死刑執行の予告を受けると、執行までの53時間の音声をテープに録音し、これが後に文化放送にてラジオ放送された。そして執行直前に大谷は先に言っています、極楽では私の方が先輩ですからねと言い残し刑が執行された。